久保さん。久保さん。これ、動画撮る、あ、前書いてるな。あ、あ、あ、久保さん。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 あ、あ、あ、大丈夫だな。はい。すごい時代ですね、久保さん。久保さん。久保さんなんか動画が綺麗ですね。すごい時代ですね。久保さんの動画も綺麗になっておりますね。まあ、あの、昔のデジカム調子悪いのかな。はい。 まああれね、久保さん、あの、設定がね、フル HD になってると思うんで、フル HD にすると重いですよ。多分、ソニーのカメラで設定できると思うんですけど、あの、HD サイズとフル HD サイズっていうのが多分あるんで、HD サイズにすると、だいぶ軽くなりますよ。多分ね、今、フル、1980、1280の、そのフル、あのね、テレビ画面で、大画面で見ても、綺麗大用画質でやってると思うんで、それだとね、 重いですね。あとは 60fps で今撮ってると思うんで、それを 30fps に変えるといいと思いますよ。はい、60fps っていうのは、コマをね、バーって撮るので、滑らかに撮れるので、一方、その分、コマ刻んでるんで、容量,量重くなります。うん、で、これ 30fps っていうのがあって、その半分ですよね。で、それに、まあ、多分、ソニーの設定あると思うんで、まあ、この動画何かっていうと、 久保哲郎の、久保哲郎が使っているカメラの説明書ですね。久保哲郎が使っているカメラの説明書。ソニー、これちょっと、型番入れときましょうか。SEO 的に。<laughs> 久保哲郎が使っているソニーなんちゃらの説明書にしましょうか。ソニー、あの、ソニーか、Vlog、V, v カメラ。ソニーの Vlog カメラ、これですね。 ZV-1 ですね。v ログカメラ。ZV-1。ZV-1 カメラの、多分ね、画質設定。まあ、ググっても出てきますけど、多分。が、うーんと、動画サイズ。動画サイズ。えー、っと、動画サイズが、 動画サイズ。記録画像。動画モード。あ、久保さん、やっぱありますね。動画モード。あ、でもこの720ないのかあ、でも結構かなり細かく設定できますね。これね。動画撮影。 ま、30fps ありますよ、30fps。これ 4K も撮れんのかこの、これ。ZV-1。これ動画も、動画 4K。ちょっと待って。これ、多分 Z v、ZV-1 ですよね、久保さんの。ZV-1 の、 主な仕様。これ、1280、720ないのかなあー、久保さん、ちょっと長いっぽいっすね。1920、十千千八1080しかないな。720p ないっすね。あ、これもうフル HD 仕様なんだ。すげえな。 フル HD しか撮れないですね。ただ、FPS は落とせるっぽいんで、30P ってやつですね。まあ 24P もありますね、これね。24P は、なんか映画、フィルム、映画が 24P らしいんですよね。うん、確か。うん。久保さん、HD サイズはないですね、このカメラ。全部、せ全部フル HD じゃないですか。 全部、あと、まあ、4K30P はありますね。4K30P 撮れるのか。4K 撮れるみたいですね。これね。4K 動画撮れるらしいですよ、これ。4K 動画。 これ書いてないな。まあ今、あの、ソニーの見てるんですけど。あ,あ、4K 撮れますね、やっぱこれ。4K 撮れるわ。まあでも 4K 撮る場合は、あの、メモリーカードがね、メモリーカードがその、書き込み速度が速いやつじゃないとダメなんで、まあ僕一眼レフで使ってるんですけど、150Mbps ぐらい出るんですよ。で、これ、 ま、これ説明書にか、まあ、書いてありますけど100、100Mbps のハイ,ハイビットレートの,あの書き込み速度の対応してる SD カードじゃないと無理ですけどね。4K。まあ、4K は久保さん撮らないな。はい。まあ、設定を変えるかどうか久保さんですけど、今 60p で撮ってると思うんで、FPS で。ね。動画重い言うてたんで。 ということで、まあ、あの、久保さんが知らなくても僕が説明できるし、別に調べれば出てくるしっていう <laughs>。いや、でもね、久保さん、あの、2倍ぐらい違いますからね、容量。あの、この 60fps と、あの、30fps だと。それはそうですよね、2倍でブワー、マ撮ってるんで、滑らかだけども、あの、容量重くなります。ちなみにこれは 60fps です。これね、ウェブカメラで 60fps 取れるモデルなんですよ。 でこ,れまあ、これはフル HD じゃなくて HD サイズ1280、12 720かな1080、720、まあ、それぐらいです、ね、の 60fps で撮ってますこれウェブカメラちょっと滑らかなんですね、うんはい、だけどフル HD では撮ってないですこフル HD でも撮れるんですけどねフル HD 撮るとすげえ重くなるんで、はい、これ滑らかですね 終わります。